はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの滝原直樹です。今日は中学、数学予習講座、方程式の、買い物のね、代金じゃなくて個数か、個数を出す問題ですね。これね、問題読めば分かりますけどね、中学受験してきた人は鶴亀なんですよ。鶴亀算なんです。だから鶴亀で解けるんですよ。でも方程式で解く。じゃあやってみましょう。合わせ2台です。全く鶴亀です。1冊70円のノートと1冊90円のノートを合わせて12冊買い、代金が1000円でした。70円のノートは何冊買いましたか、ね、全く鶴亀でしょ。さあ、これを方程式で解いてみます。まずね、1冊70円のノートも何冊買ったか分かりません。90円のノートも何冊なのかは分かりません、ね、そういう時にはどうしたらいいっていうか、とりあえずね、70円のノートをこれ X 冊ね買うとする。とりあえず70円のノートの方を X とするわけです。そうするとね、方程式作るときにどうやって考えるかっていうと、ノートをね、90円の方どうするんだろうってことになるわけです。ね、でまずね、こうやって考えます。合わせて12冊買って、70円のノートを X 冊なんね。ね。ってことは、90円のノートは何冊かっていうと、こっからここまで12、こっからここまで X ですから、12-X 冊買った。これが90円なんね。でこれを元にして、方程式を作っています。どういうことか。70円のノートは、これ、X 冊ですから。ね。70X 円です。で、90円のノートは 12-X 円なんですよ。ね。12-X 円なんです。だから、足す90円かける、括弧 12-X 円になるわけですよ。ね。こういうふうに表す。で、イコール全部で1000円。ね、70X 足す90、括弧 12-X は1000という形。もう一回言いますよ。70円のノート X 冊としたら、90円のノートは 12-X 冊なんだと。ね、で90円を 12-X 冊買ったら 90×12-X 円なんだと。で合わせて1000円。さあ、じゃあ解いてみましょう。ね、これが方程式です。括弧外します。70X 足す、さあ 90×12。これ1080。引く90×X、90X は1000。さあ、X 前、数字後ろ。70X 引く 90X は1000引く1080。マイナス 20X はマイナス80ですから、マイナス20で両辺を割ると、X イコール4ですよね。で、70円のノートはこれ4冊なわけです。ね。これ4冊だね、これね。で、ちなみに、90円のノート合わせて12冊ですから、12-4の8冊が、90円のノート。ね、いくらちゃんと1000になるか。70×4。ね。280円です。90×8、720円です。280と720円で1000円になるね、これね。合ってるね。だこの、70円のノート4冊なわけです。さあ、じゃあもう一つやってみましょう。まあ、パターンは一緒です。できる、できそうな人はね、動画止めてやってみてください。1個120円のリンゴと1個50円のみかんを合わせて16個買い、全部で1220円でした。
リンゴ、みかん、それぞれ何個買いましたか。さあ、どちらでもいいですね。私はまあこれリンゴを X 個買うとする。さあ、相当合わせて16個、リンゴが X 個だったら、みかんは 16-X 個になるわけです。さあ、その上で方程式作ります。120円のリンゴは X 個買ったわけですから、リンゴの値段は 120X 円。さあ、みかんの方は 16-X 個で50円、50円で 16-X 個ですから、50-16-X 円です。で、合わせて1220円。さあ、ほっといてみましょう。 120X 足す850×16800 だよね、これね。 800-50X は1220円。さあ、 X 前、数字後ろ、 120X-50X は 1220-800。 さあ、これ 70X、 これが 420X。 さあ、70で割って、70で割ると X は6だね。リンゴは6個で、みかんの方は 12-6 ですから、16-6 ですから10個。さあ、ちょっと確認してみましょう。リンゴ6個ですね。 120×6 が720円。そしてみかんが10個、 50×10 500円、足すと1220円で合いますよね。ここでのポイントは、どちらか一方ね、70円の方ね、安い方 X 札と置いたら、合わせて12ですから、12-X 札買った、ね、もう一方の方は90円のノートは 12-X 札だから、70円のノートは X 札で 70X 円、90円のノートは 12-X 札で 90-12-X 円で、合わせて全部で1000円という方程式作ってね、解き抜いてください。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では、今日はここまでにしましょう。